はい、どうもこんにちは、ジです。ということで今日はですね、契約書開封なんですが、もう育成素材がなさすぎて、昨日生放送で引いてきたんで、それをまとめていこうと思います。内容としてはですね、ゴールド契約書30連ちょいと確率系が数枚に、S ラン契約書とか、それから侍の契約書とか、あとはですね TS5 段の契約書も引いてるんで、まあ、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では行きましょう。いえ OK です。わかりました。じゃあまた何かあったら連絡もします。何まで取りました？何かします？一緒に Apex じゃないですか？やりましょうよ。じゃあもうタイトルにちゃんと入れてるんで、後半 Apex やりたいって。あ、まあ、ですか？何時まで起きてます？12時ですか？12時半ぐらいかな。はいはいはい、 OK です OK です。8時ぐらい終わります？あ、いや合わせますよ。じゃあ、はい、OK です。じゃあその時また LINE くれたら、 LINE 入れます。 OK です。はい、じゃあ待ってます。はい、お疲れっす。はい、マジでめちゃめちゃあるから、もう残り1時間、あぶねーギリギリ。いいですか、皆さん準備できました？まずはゴルチケからじゃあ行こうかなと。1回目、いけー、外出ろマジで頼む。メシウマ動画期待してます。やだなー、ゴルチケから S ランクなんて今しばらく出てねえから。まあ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 、まあ3、40連ぐらいあるんじゃないですかね。あ、そうだ、あのホームランのやつ終わらしてからやろうと思ってたんだ、これ浅村さんだ、忘れてた。まあいっかそれはそれでまた、はい、まあまあ A ランク1枚。正隆さんっすか、正隆さんはそんなに今求めてないんだけどな。で20連目でしょ。はい、スピ解放いつから？3500の選手は私立の完全切り替えじゃないかな、多分スピ解放できるの、うん、いつだったっけ、11月とかでしたっけ。やばい、あっ燃えた、ない山さんはなんかルーム戦でやってんだってよ今。グラシアル OK、 デスパで、あデスパイの欲しいっす。うん、絶対出んやろ、出る自信ない。あ松田投手、あんまねえなマジで。7、8、お願い30連欲しい。あ、なかったじゃあ29連目、よしよし。あ、こんにちは、ピープルズの S TS6 段で藤波さん、うわー来た藤波さんか、2年連続の登場。いや、なくはないですけどね、全然。いや神だ、これもう外確定演出。よっしゃ、青柳投手、あー間違った、青柳投手、これちょっと間違えたわ今、はい、まあいいでしょう、そのネタはもう、はい、あー、まあまあまあ、阪神の投手はめちゃめちゃ嬉しい、神、普通に青柳さんって言っちゃった、あれも生放送で間違えたのにな、ミスった、まあいいわ、うん、青柳さんです、はい、1枚だけ、楽しい、生放送で契約書開封は楽しい、さすがに。侍ジャパンもあるからね。で 10% 連続でいこうか、 10%。 さっきはね特訓で、まあ今 A ランクマックスだと 90% じゃないですか、特訓あれ3回ぐらい失敗しましたね。ってことは当てるんじゃないですか多分。はい、3枚ですね、お願いします。即戦力で翔さんは、ああまあそう、新即戦力、新選手に当てはまるのかな。うーん、武田さんか、いいっすね。うざ。はい、三島投手。井上さん、まあまあ嬉しい。はい、あー、レアードめっちゃ嬉しい。レアード最高。新選手じゃないかな。ですよね、マイティさん。うん、翔さんが当てはまるのはそこかなと思います、多分。いいね。じゃあ、30%。1枚だけっぽいっす。あ、2枚か。安くねえなーにしても、いきまーす、30%、お願いします。レアードいいよね、ここでレアードだもん。だって、レアード何枚育成したんだ、わかんねえな、6枚7枚ぐらい、よし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 、そこ来ないと。だって特訓 10% 3回外してんだから、当たんなかったら、いやーやっと、2枚連続あるから、しまうちしまうち言うな言うな、みんな当たりそう、いきます、やばい
石川投手。じゃあどっちから行こうかな。もうないし、まあ侍最後にしようか。まあ純正杯はマジでね、まあ本気で頑張って、まあもちろんやれるとこまで行くんで、試合数はそうっすね、100試合以上、200試合ぐらい。この試合は多分60戦ぐらいしかしないでしょ。ちゃんとやるんで皆さん見といてください。生放送お願いします、お願いします。おう、いいね、ニュー、急性急性かったな。おニューばっか、いいですね、嬉しい。山川か島内か、島内か島内引きすぎだって。じゃあいいですか、侍ジャパン第1弾ギータ千賀、千賀さんいるから、じゃあギータドリームキャラバン10周達成の報酬です。ギータとか浅村さん欲しいかな。そうだ、浅村さんが能力的にはミッパー80狙えるのかぐらいか。栗林、森下さん、村上さんかなる。いや、お願い。あー、かぶったいやー、キャッチボールしてるしょこれ絶対、千賀さん。うわー、かぶりかー、きっついね。ギータ欲しかったな。終わればこれもね引いちゃいたいんすよ。いきまーす、ワンチャンあるからね。4連です。これでまあ33連っすね、合計で。あ、ねえわ萩原恭平さん、あー、柔術の すごい先生についてるんだ。はい、リラックスした。じゃあ本命の、いや TS はねやっぱ武田勝さんかな、欲しいのは。みんな普通はね契約書から先に引くんですけどね。はい、まあ僕は逆になっちゃってるんですが、いきます、お願いします。武田勝さん欲しい、マジで欲しい。明日就職の最終面接第一次希望。おお、もう気合いでいきましょう。まあ、緊張はすると思うんですけど、うん、来い、お願い。おいし、ナイスナイスナイス。今江さんはもう最高、いい、あ今江さんは最高だよ、よかった、やった。ライドラ75まで上がります。サード結構強い、チャンス、ラインドライブに流し打ちと。これ結構欲しい人いると思うな。純正とかどうすか。あー、純正でもロッテ落合さんがいるからサードはなかなか厳しいね。育成いきますか。じゃあそのために契約書引いたんだから。